どうも皆様こんばんは。毎度毎度ご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日は2020年の5月16日日曜日、2時間ほどその5月16日になりました。ただいまの時刻は午前2時13分、いやあと1時間ぐらい早く来てもよかったですけどね。ここは JR 東日本上野駅でございます。昨日もねやってきました。線路工事をやってるということでね、あの来てみたらたまたまやってたんですよ。本当は昨日この動画撮るつもりだったんですが、今日来てもやってますね。もう鉄道は毎日毎日大忙しですんで、夜の短い時間にだけ線路工事をするわけです。今日は京浜東北線かなんかの線路の工事をしているようです。朝の始発電車がやってくるまでの短い間に済ませます。さて本日は上野、秋葉原、まあその周辺を巡ってみようと思います。もうちょっとさらに南下するかもしれませんけれども、街の歴史探訪の旅。まず上野駅のこの立派な駅舎をご覧ください。関東大震災、もううちのチャンネルはですね、近頃ではスーツ旅行チャンネルからスーツ関東大震災チャンネルになってるんじゃないかというぐらい関東大震災の話を一日に何度もするわけですが、それで倒れてしまいましたので新しい駅舎を作りまして、このような立派なものが戦争も頑張って生き延び今でも活躍しております。この上野の町はこのように大変立派なですね、まあ、いろんなものがありまして、主要な東京を代表する一つの町のエリアを形成しているわけですが、まあ、それはあのここに大きな北の玄関口、主要駅、上野駅、新幹線の到着するターミナル駅があるからであります。じゃあなぜここに鉄道が来たのか、まあ、実はね昔はこの上野から先の鉄道はつながっていなかったんですね。秋葉原とか東京とかそちら方面の鉄道は昔は行くことができませんでした、まあ、それはなぜかというと、ある程度見ていただくと、まあ、わかるかなと思うんですけども、大きな建物と建物の間を鉄道が狭く苦しそうに一生懸命通り抜けているような光景がわかるかと思います。上野まではね線路の土地がすごい広いんですけど、ここから先はもう本当に細々としているのは、要するにこれから先のところはもう、明治時代に鉄道を敷くという時にすで、に建物がずらっと並んでしまっていたので、そこを用地を買収して鉄道を通すのがかなり大変だったからです。だから上野鉄道の拠点としていたわけですが、じゃあここにはもともと何があったのかと言いますと、うおー足元が大きな水たまりがあったけどよかった、あの三越でいい靴を買いましたんでね、今回三越も皆さんに紹介するつもりですが、ここにもともと何があったのかと言いますと、寛永寺と言いまして、徳川家のお寺がありました。将軍が死ぬとこの上野駅のところにもともとあった寛永寺か、まあ、今でも向こうの山の上にありますけども、寛永寺かもしくは東京タワーの下にあった増上寺か、どちらかに交代で葬られるということになっていた、そんな大変歴史ある立派なところでございます。まあ、ところがですね、戊辰戦争で、幕府軍が、この辺りで、まあ、戦うということをしまして、新政府軍と幕府軍の戦いがありまして、お寺がほとんど焼けてしまって、そしてまた、幕府という、まあ、一個前の時代のものですから、まあ、割と軽んじられたのかな。で、あのお寺もですね、どんどん規模が小さくなって、じゃあここに鉄道を敷くんだったら、その土地のところ、もともとお寺があったところに立派な駅を作りましょうということで、もともとお寺のあった土地に鉄道を敷き、それからは上野が鉄道の町となったわけであります。だからね、今でも地図を見ていただければもうはっきりしているんですが、この緑のたくさんあるところが上野恩賜公園で、もともとは皇室の土地でありましたが、皇室の土地となる前は徳川家の土地でありまして、その上野公園のすぐ下のところに隣接して上野駅があるわけです。それはそうですよね、もともとは全部寛永寺の土地だった、その一部を上野駅の土地として転用したわけでありますから。すごいな、初めて見た、こんなにたくさんネズミがいるんだ。こんなにいっぱい、ちょっと気持ち悪いと思われた方すみませんね。私自身はドブネズミっていうのは結構可愛いもんだと思うんですけど、私が発見したらね、みんな大慌てで逃げ出しましたけど、まあ可愛いですよね、一匹一匹の顔はね。ただ多いんでちょっと気持ち悪いかなと思いますけど、こんなにいっぱいいるとはね、夜になると出てくるんだ。まああっちだって生活かかってますから大変ですけど、ゴミ袋の裏にたくさんドブネズミ。まああんまり確かにね、もともと綺麗な場所だという印象はありませんでしたよ。はあ。となればやっぱり上野の発展の一番の礎を築いたこの寛永寺、現在ではそのほとんどが上野恩賜公園と呼ばれておりますが、その境内の中へ入っていかないわけにはいきません。ちょうど後ろを振り向きますと、 JR の人たちは夜も大忙しです。まあ、JR の人たちでは実はないんですが、ああいう乗り物で夜遅い時間には線路の工事をしています。多分レールの取り替えをしているはずです。昨日見た時はそうでした。おなんか上に物を乗っけてますね。まあ、今回の本題ではありませんが、普段ではまず見ることのできない光景をお楽しみいただいております。明治時代になるかならないかぐらいの直前の頃にここで戦争がありました。上野戦争という名前ですけども、江戸幕府の残党、旧幕府軍とそれから新政府軍とが戦うことになりまして、戊辰戦争の中の一つ、上野戦争というのはこの崖のところでなされたんだそうです。階段の上がですね、旧幕府軍でして、で階段の下から新政府軍が攻めてくるという構造になっていて、で上の人たちは頑張って下からの攻撃を食い止めようとしていたわけですね。
階段を上がりきると有名な最後の高森の像があります。あります、あるあるよな。あれあったあった、ありました。暗いですからね、よくは見えませんが、最後の高森像、上野のシンボルですけれど、まあ、上野に置くことになった理由は多分戊辰戦争の功績を称えるためだと思うんですが、西郷隆盛は確かに新政府を作るときに大変大きな活躍をした人なんですが、まあ、しかし最後には政府に対する反乱を起こして、そして亡くなったということになってまして、政府に対して反逆者として死んでいった人をですね、政府のお金で銅像を作るという極めて異例なことが起こっておりまして、それだけ高く評価された人物なんだということは、あの大きな銅像から感じることができます。さて、それじゃあですね、今回はテンポよく行きたいと思います。上野はもうとりあえずここで去りまして、また今度紹介することがあるかもしれません。向かいますのは次は御徒町、一旦信号を渡りました。皆さんもご存知ですね、有名です、飴屋横丁を通っていこうと思います。まあ、通常であればこんなところ自転車で通れるはずはないんですが、このように人がいませんので自由に走ることができそうです。飴横の名前で有名です。多分歳末のお買い物、大晦日の日なんかにね、ここで買い物をする人が毎回ニュースに出るんじゃないかなと思います。でそれから他に現在では外国人観光客の人気のスポットということで、ドラッグストアなんかもあって、ね、特に中国人観光客に人気なんだと思いますが、そういうものもあり、もともとは飴屋横丁という通り甘いものをたくさん売っているようなところだったそうです。まあ、これは戦前はですね、こういうふうな街並みになっていたわけではなくて、もともと確か私の調べたところでは住宅街だったはずなんですけど、人が普通に住んでいたところだったんですが、それが空襲があるからということで、建物は全部疎開になりまして、それで鉄道施設を守ろうということをしたそうです。でその後実際に空襲があってですね、もうこの辺はほとんど何もなくなってしまって、じゃあ戦後なくなってしまったこの辺りはどうなったかというと、まあ、察しがつく方も多いと思うんですが、闇市ということになりました。それで治安がもう悪化しましたんで、これは良くないと、きちんと整備をしようということで、現在のそれがアメ横の発祥なのだそうでございます。結構ね、閉店セールなんかやってるのがこのアメ横の名物でして、全然閉店してないのに公然と嘘をついてですね、毎日閉店セールをやってるお店ですとか、それからくれくれもっと入れてくれると言ったらば、大量にチョコレートを入れてくれるですね、チョコレートのたたき売りですとか、それから他に名物といえばやっぱり値切りかな、お魚の値切りなんかができるらしいですけど、私はちょっとやったことはありません。これがアメ横の本通りですが、アメ横の脇の道もあります。立派な東北本線の線路を上に見まして、高架橋をまたいだ反対側が、まあ、私たちは裏のアメ横と呼んでいたんですけど、御徒町駅前通りというのが正式な名前みたいですね。居酒屋さんが存在するわ。ちゃんと居酒屋があって営業してるんだから、すごいし、客が入ってるのもまたすごいと思いますが、営業自粛はね、強制されるものではないし、大変なところもありますので、ね、営業しなきゃもう回らないっていうところだってあるでしょうから、まあ、今の居酒屋さんについてどうこうというわけではないんですけども、この裏側のこっちの方がですね、私はなんか、ちょっといかがわしい店が多いなというのが、私のイメージです。まあ、なんかね、フェズマリュウがそれこそ紹介していたような、黒人の、押し売り店みたいな、なんかね、よくあります。まあ、黒人っていう言い方するのもどうなんですけど、そういうふうな店がですね、結構たくさんありまして、それから他にも、なんでクレジットカード現金化ショップとかですね、なんかこちら側の方がそういうのは多いイメージです。私も歩いていて、そこにいたですね、店の人に腕をつかまれて、ここで買ってけっていうか、なんか安いよみたいに言われて腕をガチッとつかまれたという経験を高校時代にしたことがあります。こちらが御徒町駅前通りですが、ずっと喋っているだけでね、ほんの短い距離ですよ、もう御徒町駅に着いてしまいました。目の前が JR 東日本御徒町駅でございます。この御徒町というのは御徒の町と、そういうふうに理解すればいいんだそうですけども、御徒という字はこういう字なんですが、下級のお侍さん、下級武士のことを指すそうですね。要するに、まあ、武士というのは身分制度で言えば一番上なんだけど、必ずしもみんなが豊かに暮らしていたわけではなくて、貧乏な侍もたくさんいまして、そういった人たちが、住み合っていたような町が御徒町だったのだそうです。わかりますかね、これがすごい古い建物だっていうの、上のアーチのところのこの角度を見ていただければなんとなくわかるんじゃないかと思いますけど、ここの部分の高架はですね、これまた何年代、いやもっと前かな、もう古くは大正時代とかだったんですけど、それぐらいに作られた古い区間でございまして、その古いものがですね、そのままここに今でも残されている昔の雰囲気を留めた駅でございます。まあ、山手線の駅とかね、よく見るとそういう古いものばっかりなんですけど、今から御徒町のどちら側へ向かうかと言いますと、この道をまっすぐ行くとございます上野松坂屋を紹介します。やってきましたのは中央通り、
この画面の真裏側にバックしていきますと、先ほどの京成上野駅とか、上野恩賜公園の階段のところに着くんですけども、目の前にあるデパート松坂屋は江戸時代から営業しております。この場所で営業しております。大変由緒のあるところ、戦国時代ぐらいに歴史をたどれるらしいんですけどね。で、この松坂屋はですね、例えば寛永寺のなんか必要な、傑作とかなんかそういうものを作ったりとか、昔からこの地元デパートとして君臨しておりまして、この建物を調べました。1930年代の竣工と思っていましたが、完成しましたのが1929年、1923年に関東大震災がありまして、それで壊れてしまい、またもう一度建て直すことになりました。現在の外観はこのようにかなり近代的というかね、現代的な外観ですけれど、細かいところを見ますと、例えばですね、現在の建築、耐震の基準に合わせるためにこういうところにね、補強材が入っていたりとかしまして、それから残念ながら商業施設の中を映すわけにはいかないので、中の様子は皆さんに紹介できないんですが、この松坂屋のデパートのね、エレベーターはもうそれはそれはすごいですよ。骨董品みたいな、詳しくはないですけど、すごい古くて雰囲気のあるエレベーターがありまして、買い物しなくてもいいんで、上野に観光に来たらね、もし御徒町とかこの辺通ることがあったら、ぜひ松坂屋に入ってね、この本館のね、これ奥じゃないです、この本館のエレベーターだけ使って帰るっていうのはおすすめですね。いや、すごく感動します。じゃあ次の目的地はですね、引き続き南下をしまして、次は秋葉原です。で、秋葉原まではさっきのところ、普通に上野松坂屋のところまっすぐ行けばすぐ行けるんですけども、あえてちょっと一旦脇の道に行きまして、今度は昭和通りへ向かおうと思います。高速道路の下を通っている道でございます。説明せずとも皆さんも昭和通りの上に首都高速道路がかかっているということに気づいてくださると思います。うちのチャンネルではこれまで首都高速道路を深夜の東京観光シリーズにおいて、何度もご覧に入れて説明しておりました。で、その時に首都高速道路の下にはもともと川があったんですよと、ここには旧なんとか川がありました、そういう話を繰り返ししてきたわけですが、じゃあ昭和通りももともと大きな川でそれを埋め立てたのかというと、そうではありません。これは元からですね、昭和の初め頃に大きな道を作ろうということでこういうことになったわけです。じゃあなんで昭和の初め頃に大きな道を作ることになったか、それはもともと関東大震災の影響で、この辺りがほとんど壊滅してしまいまして、でせっかく壊れてしまったんだったらば、じゃあその壊れてしまったのをもう一つのチャンスと捉え、ここに新しい東京の、大きな計画的な広い道を作ろうじゃないかということになり、横幅100メートルの昭和通りの計画が持ち上がったわけです。他にもね、当時の、計画として確か環状8号とかそういう道路も含まれていたんじゃなかったかと思いますが、しかしその大正時代の道路計画、まだそうは言っても当時大正時代ですからね、いやちょっとそんなにすごいものを作ってもしょうがないんじゃないかという反対の声もありまして、そして結局幅100メーターの大きな道路ということにはなりませんでした。だから道幅100メーターに達することはなかったんですが、しかしそれでも広い道、当時としては相当広い道であるということは変わらず、その広い道は昭和の時代にどれほど昭和の初め頃に生かされたのかは私は分かりませんが、しかしこの後昭和の中頃になって首都が高度に成長している、高度成長のその時代にですね、なんとかそれを支えるようなものを作らなければならない首都高速道路の計画が立った時にも、余裕のある広い土地に速やかに高速道路を建設することができまして、確かに昭和の戦前、昭和初め頃のその計画が今の東京の経済をも支えてくれているということで、大変ありがたい道だなと思います。さて、今自転車は秋葉原に着きました。秋葉原は東京都心の鉄道が交錯する土地であります。今回は基本的に山手線や京浜東北線に沿って、南下をしているんですけども、この秋葉原は千葉、錦糸町方面、それから新宿方面に向かう総武線と山手線、京浜東北線が乗り換えられる場所です。ですから多くの人がこの街を通ることになっています。前方におまわりさんとかね、なんか人がいっぱい密集しているところがありますので、ちょっと感染防止のために手前のところで撮影しています。で、じゃあ皆さんの秋葉原の街のイメージといえばですね、おそらくこういう感じなのではないかと思います。要するにアニメオタクの人がたくさん集まる街、もしくはアイドルオタクも最近では AKB の本拠地ですからね、というイメージだと思うんですが、じゃあなぜ秋葉原がそういう街になったのか、オタクの街とはいかにして成立していったのかというヒントがですね、ここに、ありまして、右に書いてありますけども、鉄道、プロレス、コンピューター、アイドル、ミリタリー、コミック、ラノベ、まさにこれです。これのですね、複雑な結びつきが、秋葉原秋葉原をオタクの街として、全て形作っていったということになります。秋葉原の歴史を探ってみましょう。今秋葉原駅方向を映していますが、上に総武線の線路がありますけれど、右側とですね、それから左側はそれぞれ、コンクリートで作ってあるんですが、でこの真ん中のちょっと暗いですけど緑色になっているの分かりますよね。この部分だけ構造が違うわけです。
でこれはなぜここだけ鉄の鉄橋がかかっているのか、橋になっているのか、まあ、それは簡単で、要するにここがもともと川だったからです。あそこの部分が作られたのは、例によって関東大震災が終わってから、まあ、ちょっとして東京の復興計画でですね、総武線が東京の都心まで乗り入れるようになると、まあ、そういう時代の話でして、でその頃はまだ東京の物流は水運に頼っておりました。でこの前方に大きくそびえるヨドバシカメラ、マルチメディア秋葉がありますけれど、そこにめがけて川が進んでいっていたわけですが、もともとはあのマルチメディア秋葉、ヨドバシカメラは大きな池になっていて、そこにやってきた船が秋葉原駅に到着した貨物列車から荷物を受け取ったり、そこに荷物を持って行ったりして、そしてここは物流の拠点としてもともとは発展していたところだったのです。だから秋葉原は要するに物流の街と、もともとはそういうところでした。所狭しとビルが並んでいる雑居ビルなんかもたくさんある秋葉原、ここをですね、総武線のガードをくぐってみますと、ここにまた唐突に妙に広々とした場所が出てくるのが分かりますか。これですね、ここ妙に広いじゃないですか。こんな大きな、ロータリーがあって、余裕のある土地の使い方、右側にはヨドバシカメラ、マルチメディア、秋葉、要するに、このヨドバシカメラのところへ到着した船がここで貨物のやり取りをしていまして、昔はそのための施設があったんで、ここでですね、大きな空き地ができているというわけです。まあ空き地になってしまったというよりは、そこをじゃあ秋葉原の中で唯一、このような余裕を持った土地が使える場所として使おうということで、千代田区の公共的な、空間ということになっております。前方の方を見ていただきますと、これですね、珍しい有料トイレ、オアシス秋葉というのがあります。まあ、そういうふうにね、ここが公共の都市として今でも残っているという証でもあるかと思います。でその秋葉原ですが、ここは物流の拠点ということで多く運び込まれてきたものがあります。奥にね、相当立派な秋葉原の雰囲気とはちょっとまた違うんじゃないかというオフィスビルがありますけれど、あそこはですね、新しいビルが建っているということは、大体新しいものが建つ前にはそこには古いものがあったという話をしましたけれど、これがまた関東大震災と大変密接なつながりのあるところでありまして、もともと関東大震災の前までは、大江戸日本橋のあたりに、野菜売り場、野菜市場が川の周りにですね、できていたんですが、それが関東大震災でもうほとんど全部ダメになってしまったので、じゃあそしたらばせっかくだから、また先ほどの昭和通りと同じように大規模な一つにまとめられた野菜市場を作ろうということになりまして、秋葉原駅の裏手に青果市場を大きく作ることになったのでした。その青果市場は現在ではもうまた別のところへ移転してしまったわけで、ここにはありませんけれども、東京卸売市場、まあ、築地とか、ね、豊洲とか、まあ、そういったのが役割を受け継いだわけですが、特に、築地市場と同じように現在ではその空いた土地をこのような商業施設、ビルとして、活用するということになっております。でもう一度山手線の下に来ましたけれど、じゃあ戦前の秋葉原はそのような、まあ、物流の拠点であったりとか、それからまた野菜売り場とかそういうのがまあったわけですけども、それ以外にじゃあもともとなんでオタクの街になったのかという本題に入らなければいけません。秋葉原にはですね、戦前に、電気学校といったかな、現在北千住にありますけれども、東京電気大学の元となる、学校ができまして、それがもう明治時代だったと思います。日本の電気の技術をそこが牽引してきていました。例えば、ラジオ放送ですけども、日本で初めての試験的なラジオ放送をしたのは、東京電気大学だったそうでございます。でその関係で電気部品を買い集める東京電大の学生さんたちが大変多く、秋葉原には特に戦争が終わった後、数多くの電気部品を扱う店が現れるようになりました。秋葉原駅が電気の街となっていった、その由来が少しまだ電気の街になり始めた頃の面影が残っているところへ今から向かいます。駅のシャッターが閉まっているので、ちょっと迂回して秋葉原駅の電気街口へ、まあ、ちょうど今私が通り抜けるここなんですけどね、この部分今全部閉まってしまっていますが、工具、ネジ、端子、山本無線、電材店、山本無線、ここにですね、無線機がありまして、勉強いらずで高出力、右側は司無線と書いてあります。パナソニック、全部この無線屋さんの土地ですね。そしてここですよ、これシャッターがね、細く並んでいろんな電気部品を売っているお店が並んでいるのが分かります。とりあえず一旦通り抜けて秋葉原駅の電気街口の方に来ました。でここからですね、まず見ますと、ここがまたスーッとね、大都会、すごい綺麗な秋葉原という感じがしますが、真正面がもともと野菜市場のあったところです。そして
誰もいない無人の午前3時の秋葉原駅を今ご覧いただいていますが、この秋葉原駅舎はもともと総武線がここにやってくるようになった1930年代、多分それぐらいだと思うんですが、その頃に作られたものでして、その古い駅舎がですね、今でもそのまま使われているんですが、ただ基本的に表面は改装されていて、ものすごい古い建物だということはわからないような見た目をしています。これは先ほどの松坂屋もそうですけどね、大体同じぐらいに関東大震災に終わった後に建てられたものですが、さっき私が通り抜けてきた秋葉原デパートというんですけれども、電気部品を売っているお店のところだけはなんとなく古めかしい雰囲気をとどめています。この部分ですね、これは多分昔に建てられたものではないと思う、多分これは戦前の建物じゃないと思うんですけど、昔からですね、この総武線の高架の下に、露店で、電気部品を売るということが禁止されてからは高架の下に、お店が集まるようになって、そしてそこで、電気屋さんがずらりと並ぶ、このような場所がたくさん形成されたんだそうです。私が小さい頃に来た時はもうちょっとまだね、秋葉原駅周辺で電気部品をたくさん売ったような気がするんですが、もう本当に秋葉原の昔ながらの電気街っていう雰囲気はもうここぐらいになってしまったんじゃないかな。そしてまた中央通りに来ましたけども、ここからですね、今度は総武線の高架に沿ってまだしばらくまっすぐ、そして秋葉原のお宅の街の方面へちょっと入ってみようと思います。じゃあね、秋葉原が電気の街になったその経緯は分かりましたと。電気の街はいいけれど、電気とそれからアニメとかゲームとかね、そういうものとは別に関係がないじゃないか、なんで、ここがじゃあ今ではオタクの街、アニメの街として知られるようになったんですか、そういう話があると思うんですが、1990年代とかなのかな、私当時生きてないんであんまりよくわかんないですけど、その頃からですね、コンピューターというものを私たちが普通に扱えるような時代になりまして、でそうすると当然電気の街秋葉原にもコンピューター関連の部品がたくさん出て、それを買い求める人たちが増えるということになるわけです。例えば、目の前のところにですね、ちょうどそれこそこの辺ですね、私もよく来ますよ、今でも来ます、PC ユースフルって書いてありますけども、コンピューターの部品屋さんですよね、左側はゲーム屋さんかなのようですけど、角を曲がってみますか、そうするとまたちょっと雰囲気が随分変わってくるなと思いますが、これですね、オタクとかそういうのはあんまり関係なくて、スマホでテレワークとか鏡ヘッドセット、ウェブカメラとかそういったものをここで外に向けて、売っているわけですが、コンピューターというものを、当時、90年代技術が必要なコンピューターというものを好む人とですね、それから、アニメとかね、漫画とか、ゲームとかそういったものを好むような人たちが層が同じだったんですね。コンピューター好きな人は要するに、手っ取り早く言えばアニメオタクになりがちであるということでして、それからメイドとかですね、アイドルとかそういったものも好きであったと。不思議なんですけどね、パソコンとそれからあとアイドルとアニメとそういうの別に関係ないじゃないかって思うんですけど、でもね、私の知り合いの人たち多分結構それ、ああそうだねってうなずくことあると思うんですが、実際には私の友達の鉄道マニアも割と高い割合でですね、3割4割ぐらいはアニメオタクもしくはアイドルオタクを兼ねたりとかしてますし、それから私の知り合い のパソコンにすごい詳しい友達はやっぱり鉄道オタクを兼ねたりとかですね、アニメオタクを兼ねたりとかするものです。要するに簡単に言えばオタク趣味は兼ねられがちだということなんですね。本当にそうだから、この秋葉原にこんな、これ有名ですよ、すごい有名、鉄道模型のお店ポポンデッタっていうのがあります。多分鉄道模型やる人だったらね、ここ知らない人いないんじゃないかなと思います。私が知ってるぐらいですかね、私模型全然やってないけど、そんな私がやっているぐらいですから、ここはもう有名模型店なわけですが、それはですね、要するにやっぱり、オタクの街秋葉原に出店するなりの、理由が、そういう価値があるということが一つには関係しているんじゃないのかなと思います。この秋葉原の街、こういうところを電気製品を買いに来てですね、歩いていると、メイドさんに、別に私メイドさんに関心はないから、だからパンフレットとかね、ここに渡されることあるんですけど、もらっても困惑するだけで、あどうもって言って、そこで、笑顔で横を過ぎ去るということしかしないんですが、そういう風になっている不思議なのも、要はオタクとオタクとの親和性を狙っているわけでして、人によってはですね、ここにパソコンの部品を買いに来ようと思ってきたのに、メイドさんにチラシを渡されて、ちょっと行ってみるかという風な気になる人もいるわけです。だからここで立ってですね、メイドさんがチラシ配りの営業をしているのも、それなりに効果のあることなんじゃないかなと思います。深夜の秋葉原すごくいいですね。なんかとってもかっこいい場所に来た感じがするな。街の明かりが完全に消えた街灯に照らされる色とりどりの看板っていうのがこんなに心をつかむものだとは私は思いませんでした。さあ次の街へ、次は神田、そして日本橋へ向かいます。まずですね、
東京を流れるこの極めて有名な川神田川を渡りまして、神田川はもう最近ではうちのチャンネルの準レギュラーとなりつつありますが、渡っております。この橋は万世橋です。ここにはもともと中央線の始発駅万世橋駅がありました。戦争が終わってからすぐになくなってしまいましたが、その後は現在も、商業施設として使われています。まあ、雰囲気のいいところですからね。今回の紹介はこれぐらいでいいでしょう。万世橋に興味のある方はぜひまた見てみてください。そして左側、肉の万世、有名なお肉の美味しいところです。もともとですね、ここも電気の街秋葉原、戦争が終わった時最初は、ここでラジオとかなんかの部品を売っていたんですが、大阪に行った時にその万世のところでですね、電気屋を営業していた人が、いやこれからはもうこんなうまい肉があるんだったら肉の時代だということで、一気にラジオの店をですね、肉の店に変えまして、そして現在まで繁盛を続けております。本当に美味しいですよ。肉もそんなに高くないしね。ここはもうコストパフォーマンスに優れるいいレストランです。そして今からくぐりますのが中央本線、中央快速線の、上は高架橋でございます。ここもね、電気屋さんなんですが、今はやってないですけど、この電気屋さんもね、昔はあの電車のおもちゃをたくさん売ってるんでね、前を通りがかると、いや買ってほしいなというふうに思いましたが、買ってって言ったことはなかったんじゃなかったかな。これを抜けますと JR 神田万世橋ビルがございます。ここにはですね、もともと1940年代、30年代かな、開業しました。この万世橋駅がここにあった時に、その駅とセットで開業した交通博物館という、国の鉄道の歴史を、そしてまたそれから航空機なども一部展示する、立派な博物館があったんですが、これが2006年の、ついこの5月の十何日だったと思うんですけど、それで、閉館十何年目になりましたが、閉館しまして、現在では大宮の鉄道博物館に、移行されております。じゃあその中央線の高架をたどって今から神田駅方向へ向かいます。この高架の雰囲気は本当に素晴らしいものです。もうちょっと左に寄ってきますかね。中も今のところ駐車場とかに使うことが多いようですが、ここには100年ぐらい前からずっと鉄道が通っておりまして、先ほど言いましたように東京の中心部へ向かうにつれて土地の買収は難しくなります。もうすでに街ができてしまっていますから、そこに一生懸命ですね、土地を買収して、そしてこのような高架の橋を移って上に鉄道を通すということをしました。高架線というのは全国いろんなところにありますけれど、ここはもう日本で本当にかなり歴史のある部類の高架線ですので、このような古いレンガの作りが見ることができるわけです。前方をまっすぐ見通すとこのような発展しゆく東京の景色と、それから約100年前から変わらない景色を対照的に見ることができます。向こうに作るあのビルは、あれは確かまだ違ったと思うんですが、常盤橋の近くにあるあの辺にね、今度日本で一番高いビルを作るそうですよ。今時刻は3時半。この動画もあと1時間少々で撮り終えなければいけない。でもまだあと1時間半はあります。東京周辺ぐらいは十分見て回ることができそうですね。今自転車は神田駅の手前まで来ています。この神田駅の下のところ、高架を支える鉄骨を見ていただきたいんですが、相当古い作りでして、技術のまだまだなかった時代に一生懸命作った立派な構造物であることが分かります。当時はまだ鉄骨とかそういうのを作るのも結構大変だった時期ではないですかね。東京は人がいないとその街の魅力を本当に、街並みに関しては発揮すると思いますので、深夜の東京観光は本当におすすめですよ。さて今私が走っておりますのは、先ほどの昭和の時代に作られた古い上野駅舎の目の前からずっと続いております一本の道、国道17号線昭和通り、中央通りでございますが、さっきまでね、上野から上野御徒町秋葉原と3駅の間はずっと山手線、京浜東北線と並行していましたが、ここからはついに並行せず道を少し逸れて外れてしまいました。ここはですね、住所で言えば、まだ神田ですが、ここからもうほんの少々自転車で30秒ぐらい行きますと、東京で最もにぎわっている場所の一つ日本橋に着くことができます。日本橋は本当に素晴らしいですよ。まあもうちょっとビルの明かりがあるような時に来た方がいいかなと思うんですが、完全な深夜の時間に来たこと前もありましたけど、やっぱり素晴らしかったですね。立派なですね、ビルがずらりと立ち並びます日本橋に到着。
ここはね、山手線から少し外れまして、 JR 総武線の新日本橋駅のすぐもう駅を出たところなんですが、新日本橋駅は地下なんでね、あそこに地下駅の入り口がありますけど、見てもわからないと思うんですが、この右側にずらりと並んでいる高いビル、これはですね、三井グループの建物が並んでいるところでして、例えば前方には三井銀行ですとか、それからもう少し行けば、三越、デパートの三越とかですね、そういったものがたくさん並ぶところです。もうちょっと進みますと、右手にまず三井住友銀行、この信号の右側がそうなんですが、ちょうど赤信号で止められそうですね。正確にはこの三井ビルの向こう側にある建物でして、この1個隣の建物なんですが、区画としてはこの右側のところになります。江戸時代の話になりますが、幕府ももちろん現金を使いますので、その現金を遠方から江戸へとか、もしくは江戸から遠方へ、特に東京大阪間において、当時は江戸でしたね、江戸大阪間において、運搬する必要があったわけですが、しかし多額の現金を直接運搬するというのはそれはちょっと危険なので、ならばもう自分で現金を輸送するんじゃなくて、大阪から例えば東京へ現金を送るという場合には、大阪で江戸の債券を買って、でその債券を江戸へ持ってって、で江戸でそれを換金すればいいじゃないか、現金そのものを輸送する必要はないし、そういった方が儲かるということで、幕府からもらったお金をそのような方法で直接現金を輸送することなく、為替という方法で、越後屋という呉服店で財を成したですね、三井家がお金を儲けました。幕府御用達の両替商ということになったんだそうです。そんなわけでお金がたくさん貯まっていき、そしてこんな立派な建物が、これは戦争の始まる前ですね、これもまた例によって関東大震災の後に建てられた建物ですが、現在は住友とくっつきましたので、三井住友信託銀行ということになっています。2つくっついてですね、昔よりもその威厳は少し失われたのかなというような気はしますけれど、しかしそれでも立派なこんな造りの銀行、お城みたいな銀行はなかなかありませんが、東京にはこういったものがいくつかあります。そして今も少しお話ししましたが、三井家がどのようにお金を作っていったか、それがこの一番最初、現在ではこんな立派なデパートが2つ並ぶような威厳のある道になっていますが、右側にもともと三井越後屋呉服店、呉服屋さん、要は服屋さん、それがですね、江戸時代にはまた大変独自の商法だったわけでして、それでこのような人気のデパートに現在でも発展しているんですが、その三井家が発展する一番最初の礎となりましたのが、日本橋のすぐのところにありますこの三越デパートでございます。これもまた戦争が始まる前に確か2棟とも作られたんじゃないかな。すごい眺めですけどね、本当にすぐ目の前に首都高速道路に上を塞がれた立派な日本橋があります。その日本橋の景色を皆さんにご覧に入れるそのちょっと前にですね、まずは三越をちょっと振り返ってみますか。本当にすごい景色ですから、何度見てもね、ここへ来るとね、ああ大都会だな、いいところだなという感じがしますよ。ぐるっとここで止まってですね、自転車からこう覗いてみましょう。いやーすごい、こんな朝の4時でもね、ちゃんとライトアップしてくれてる三越の自慢の光景ですよね。これがまさに日本橋のシンボルたる眺めです。三越本店で一番古い建物は今はここだったかと思います。左側にですね、ライオン、これは真夜中の誰もいない時にこれの上にまたがると、願い事が叶うと言われております。今誰もいないんですけど、これやっていいのかな、やったら炎上するんじゃないかな。いや今本当車すらまともに通らないしね、いけるんじゃないかなと思うんですけど、いやね、三越の公式のホームページに書いてあるんですよ、ここの上に誰も見つからずに登ったら願い事叶いますよみたいな。どっかここに、ちょっとこっちにね、書いてあるんで今読んでみていいですか。三越の正面入り口ラインはロンドンのトラファルガー広場にあるネルソンなんとかを、モデルにしたものです。あ、ここには夜中、書いてあった、必勝祈願の像として誰にも見られずに、背にまたがると願いが叶うと言い伝えられ、特に受験生の間に、人気があります。今ちょっと自動車が一時的に増えちゃいましたけど、いやこれいけるでしょ。三越が公式に言ってるぐらいですから、見つかんなきゃバレなきゃいいってことでしょ。よしやるぞ、誰にも見つからないようにってことなんでね、視聴者の皆さんにも絶対見せませんけど、よしよしよし、おすごいなこれは。よしよしよし、誰にも見つからないようになんでね、真実は私しか知りませんよ。本当にまたがったかどうかは視聴者の皆さんでは知ることはできません。だって本当に分かってしまったら誰にも見つかってないってことにならないでしょ。
さて、そしてですね、今自転車でこのまま走っているこっち側に来ているのにも理由がありまして、右側に日本の経済、江戸幕府を支え、そしてまた日本の金融として、それはもう非常に大きな役割を果たした、三井本館と右側に書いてありますけれど、三井住友銀行の、信託銀行の本店で、三井住友銀行そのものの本店でもあるのかな、多分今はね、別々の信託銀行と普通の三井住友銀行は別々だと思うんですが、このお隣にもですね、またもうそれはそれは相当立派な建物がございます。こちらは日本銀行本店です。もうなんかまさにね、江戸時代の幕府御用達の、両替商というか、幕府御用達の為替商であった、その三井家とですね、それから今の日本の、国の銀行、日本銀行、今の国の御用達銀行と、それが2つ並んでおりまして、いやなんかすごい光景ですよね、これ日本じゃないみたいな、本当に日本じゃないみたいですよね。さて、そして今ですね、前方に外堀通りがあります。この外堀通りも、また紹介するべきものなんですが、まず前方に橋がかかっているのは分かりますでしょうか。こちらですね、よいしょ、進めます。こちらは時和橋です。これは明治時代ぐらいからかかっている古い橋だったかと思います。時和橋って2つあって、1個は、関東大震災の後にかけられた橋 でもう1個は、昭和の、明治時代にかけられた古い橋だということです。でそれから向こうですけども、こちらに向かって東京駅八重洲口の真正面を通るように外堀通りが進むんですが、昔はここがですね、全部普通に外堀でして、もともと外堀だったところです。で、向こうまで水路がつながっていたので、当然自動車が通ることはできませんでした。戦争が終わった後に埋め立てまして、片側3車線の広い道になっております。よいしょ。この時和橋は、書いてありましたね、これはね、昭和元年10月って書いてあるから、これは新しい時和橋だ。ちょっと橋の脇に行ってみますか。別にここは通って問題ないんでね。よいしょ、こんな感じ。こちら日本橋側でございます。この川はですね、ずっと左に行きますと、この先カーブをしまして、まさに首都高の真下を流れているというか、首都高が日本橋川の真上にかけられているんですけども、そして、先ほど前方に映っておりました日本橋に向かうことができます。そしてまた多分江戸時代で、明治時代にかけられた時和橋はね、あれだったと思うんですよね。東日本大震災でなんか崩れてしまって、また直したとかそういう話でして、今も直している最中ですね。見ると左側に昔ながらの石垣が、あるのが見えますが、これは江戸時代の石垣とかなんかそういう話だったかな。もともとこの日本橋川も、存在していた川ではなく、江戸幕府が水運のために作らせた川でございまして、そして、現在もですね、ここにちゃんとこのように川として残ってくれている、立派なものです。これもしかしたらね、ちょっと話が違ったら埋め立てられてしまっていたという可能性もありますが、水の町東京江戸の、その雰囲気を今に伝えてくれている大変貴重な存在であります。さて、いよいよですね、かなり明るくなってきました。もうこれは急がないといけないかな。今4時20分、それぐらいだと思います。行ければ銀座まで行きたいんですけど、ちょっとどうかなというところです。まずは日本橋へ、この先右に曲がります。左手に三越の西館と、それから本館をつなぐデパートにありがちな連絡橋が見えますね。さて、着きました日本橋。日本三名橋の中の一つにも入る立派な橋です。これが作られましたのは明治時代のことでして、明治20何年とかそれぐらいの頃だったと思うんですが、そんなに昔に作られて、関東大震災でも壊れることはありませんでした。大変頑丈な石橋です。下から日本橋川の匂いがしてきます。この川の匂いってのは私は結構好きですね。いろいろと日本橋を見ていくと気づくことがたくさんあります。以前も何かで紹介したかもしれませんが、ここに推しがおりまして、こんなものを掲げておりますが、これはですね、旧東京市、現在東京市というものはありません、ね、戦前になくなって東京都になってしまいましたが、旧東京市のシンボルマークでした。それがこのマーク、おししは東京のシンボルマークを掲げます。これは以前にも話したと思いますが、15代将軍大正時代まで行きました徳川慶喜が、ここにですね、日本橋というふうに書きまして、それが、ここにずっと受け継がれております。また日本橋は大変有名な点として、もう東京大空襲とかですね、その頃にもありましたね。東京大空襲の頃とは違ったと思いますが、ここにいた人にですね、爆弾が命中して、その人の体が焼けてしまって油が焼けついたとか、それから爆弾で焼け焦げたとか、そういった話がよく聞かれますが、ともかく戦争の後の焼け焦げてしまった跡がここにこのままこびりついております。でも爆弾が命中しても崩れなかったんだから相当立派な橋ですね。そういうもんなのかな。
一旦自転車を止めて橋の脇に回ってみます。この脇のところからですね、日本橋を見ますとちょっと分かりにくいですけれども、橋の下のところを鳩が飛び散ってびっくりした、真っ黒に焼けているのが分かります。これはですね、空襲の時じゃない、これ関東大震災の時だったかな、関東大震災の時に、ここの下にいた船がですね、東京中いろんなところに火の手が上がりましたんで、それに引火しまして、そのまま引火したままあの日本橋の下に流れていき、そして下で炎上しましたので、あのように黒く焦げてしまったのだそうです。関東大震災で橋が崩れることはなかったけれど、でもやっぱり東京のいろいろなところに関東大震災の名残があると、まあ、それだけですね、震災とは恐ろしいものであったのだと、やっぱりこう東京を旅しているといろいろ思います。防災の備えもいろいろしようと思います。さて、この日本橋といえばですね、日本の道路の中心ということで、橋の真ん中に日本道路原標というものが置いてあります。あれですね、ここが日本の一番道路の起点ですよというふうにこう書いてある、まあ、これズームすれば分かります。右半分日本国、左側、これは奥か、左奥から道路原標、標かな、これなんだこれ、6に見えるけどな、まあ、そういうふうに書いてあるんですが、朝のこの早い時間ですから、ここを横断しながらあの日本国道路原標を見に行きたいなと思いました。自動車がいません、全くいないのでね、まあ、自転車あそこに止めてありますけど、だからじゃあ行きたいと思うんだけども、残念ですけどこれって横断禁止って意味ですよね。日本橋自体はね、横断禁止ではないんですよ。あの辺は多分、まあ私ちょっと違うこと喋ってるかもしれないですけど、あそこは普通に線が1本引いてあるだけなんで、ここは横断できるんだけど、道路原標を見に行くのを阻止するためだと思うんですけどね、残念ながら道路交通法で決まっておりますので、誰一人として道路原標に近づくことのできる人はいません。ちなみに道路原標は、まあ、ここからあの近くには見えない、まあ、あまりよくわからないんですが、こちらにもですね、上に日本道路原標地点とこういうふうに書いてありまして、上にこれは高速道路の人たちもここが日本の、一番道路の最初のところなんですよとわかるようにですね、上に大きく、このような立派なシンボルがあります。時刻は今4時32分です。5時になったら動画の撮影は終わりです。せっかく日本橋を渡りまして、今八重洲と呼ばれるようなところへ来ましたんで、まあ、この辺もね、あの多分一般の認識では日本橋だと思うんですが、もう一つ有名なデパートを紹介します。並んでおります2つの大きな建物は日本橋高島屋でございます。これもですね、できましたのはさっき調べましたら1930年代だろうと思っていましたが、33年ですね、昭和8年のことでして、やはり関東大震災の後の復興のその流れを組んでおそらく作られたものだと思いますが、これもですね、あの言い忘れてましたけども、あの全部、今紹介した、多分三井の、本館も、それから、三越もですね、それから日本橋もそうですが、そしてこの高島屋も、全部重要文化財でございます。相当立派な、あの外観はね、私三越よりもあの三越の西館がこの辺のデパートで一番好きですけど、あの三越の本館とそれから高島屋の、この日本橋店だったら高島屋の方が私はかっこよくて好きかな。この高島屋の本店は大阪の、南海電車の、南波駅のところにですね、本店があります。それはそれは見事な外観ですので、ぜひ、大阪の、ね、南海の、高島屋の方へ行かれてみてほしいと思います。まあ、高島屋も立派なデパートなんですが、しかし日本橋といえばやはり歴史の長いのは三越です。これは大阪系なんでね、東京の伝統の老舗デパートといえば三越で、高島屋もやはりしかしもう日本の老舗デパートであることは変わりません。高島屋の真横で三越の話するのもどうかなと思うんですけど、まあ、やっぱりこの辺の今日いろいろデパートを紹介しましたけど、デパートの中では一番三越がすごいことをやったんじゃないのかなというふうに個人的には思います。まずですね、江戸時代の話ですが、あの現金かけ値なしと言いまして、聞いたことのある方もいられるんじゃないかと思いますけども、お店で買い物をするときにその場で現金を払ってもらいますと。そうじゃないのかって、昔はそうじゃなかったんですね。ほとんど賭けと言いまして、後でまとめてお金を払うという方式になっておりました。それからですね、店頭販売、お店に来たらば、そのお店で、物を持って帰るというやり方、お客さんにお店に来てもらうというやり方、そんな当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、昔の、まあ、呉服屋ではあのそれが大変特殊な売り方でした。でそれから百貨店という方式、まあ、ただ呉服を売るだけの専門店ではなく、いろんなものを売っていますよ。そして、どうぞお休みの日には、楽しみ、お客様の楽しみとして百貨店においでください、ショッピングを楽しんでいってくださいという、楽しみとしての、お買い物を日本に導入したのも三越だったそうです。前方にですね、今見えておりますのが東京駅の八重洲口の駅舎でございます。
この間豊洲とか晴海とかそういう方面、湾岸方面へ自転車で行った時に皆さんにご覧いただいたところです。あの時と全く同じ道を出発した時とは逆向きに進んでいます。そしたらね、今回はこの辺で終わりにさせていただこうと思います。ご視聴いただいてありがとうございました。まあまだただ今ね見ましたら時刻は4時40分、時間が余っておりますんで、最後に日本橋の街をもう一回スッと自転車で通ってその様子をご覧いただき終わりにさせていただきます。ご視聴誠にありがとうございました。思ったんですけど、おお、あった、ありましたよ、これ多分東京では相当珍しいんじゃないですかね。青い郵便ポスト、以前日本一周の時に皆さんに紹介しました。大阪にはねたくさんある、まあなんか今でも商業の場所だからか、まあ、大阪の管内の郵便局の考えなのか分かりませんが、速達専用の郵便物あるんですけども、郵便ポストあるんですけども、いや東京もね、昔はこういう速達専用の郵便ポストっていっぱいあったんですが、まあ、今はこういう大型のポストになりましたんで、そうするとこちら側に速達を入れればいいということになってるんですね。確かどっかがそう、ここに、速達郵便って書いてあります、速達ってね。だからこの青いポストを必ずしも設置する必要がないどころか、まあ、むしろない方が郵便屋さんの仕事減るぐらいなんじゃないかと思うんですけど、日本でもまだまだ珍しい、ものすごく珍しくなった、この速達郵便ですが、日本橋ここではまだ活躍するんですね。いやすごいな、大阪名物という認識でしたけど、昔東京の丸の内で見たことがあって、丸の内と八重洲に1個ずつあるのかな、八重洲が日本橋にあるとは知らなかった。さあじゃあこれで終わりです。どうもありがとうございました。